翡翠小太郎の名言ラジオセラピー。はい、翡翠小太郎です。こんにちは、日和です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、石田勝則先生が引き続いてね、教育界のカリスマと、そう、そしてあのプレシード代表の高島亮さんです。はい、こんにちは。こんにちは。今年だね。もうだいぶ経ってますよ、年明けてから。どんだけポヤンとしてるんですね。良いお年をとか言いそうですね。もういつもね、新年を持って生きてるんで。そうですね、毎日一生でね。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、もうあの新しいシステムができましてですね、名言を言ったらそれを次週解説するというシステムのもとに、石田先生が、あの言ってくれた言葉で、はい、絶対積極っていう言葉をいただきましたが、はい、ちょっとあの、はい、一見難しい言葉ですよね。難しい言葉だよね。積極はあの積極性の積極ですよね。はい、うん、で絶対っていうのはあのいわゆる糸編書いたな、あの絶っていう字ですね。絶対、はい、絶対に、うん、あの絶対にこうするとかいうことの絶対ですよね。そうそう、対っていうのは対の字ね。対っていう対立の対、うん、はい、ね、で絶対、はい、でこの絶対積極のじゃ反対は何かっていうと、うん、まあ相対積極だね、うん、だからで何かっていうと、積極的な事柄、まあ、いいことと悪いことがあったときに、そうするといいことがあったら積極的になれるけど、うん、悪いことがあると積極的になれない、うん、つまり状況によって心がピューッとこう左右されちゃう、うん、そうするとこれっていうのは相対的な積極っていう、うんうん、で絶対っていうのは常に積極状態だから、だからマイナス的なことがあっても一瞬嫌だなと思うんだけども、うん、その時間が短くて、うん、じゃあこれを逆から見たらどうなるかみたいな、それをチャンスとして捉えるとかね、ピンチがチャンスっていうのもそうだし、あと例えばよく言われている例えばこう財布落としちゃったとかね、うん、っていうのを、でもこれがあったからあの電車に乗らなくてよかったとかあるじゃないですか、そういう話とかね、うん、だから一見マイナス的に見えても、もう少し長いスパンで見えると実はこれ良かったっていうことがたくさんあるわけですよね、うん、だから物は取りようだから、だったらばなるべく物事はプラスに取った方がいい、うん、じゃあその状態にするには絶対的な積極を持とうみたいな、まあ、そんな感じですね。言葉難しいけどね、感じでね、うん、ちょっとね、でもこれってすごい重要で、で、じゃあどうするかっていうと、言葉だから、なるべく言葉をプラス的な言葉を多めにする。だけどこれよくね、ママさんたちに、ね、言うんですよ、うん、私がね、魔法の言葉っていうのを出していて、自己肯定感を上げるね、うん、でこの言葉を使うとこう気持ちがどんどん上がっていきますよ、うん、ある意味、まあ、プラス状態ね、うん、はい、でところがね、3つの呪いの言葉っていうのを出していて、うん、ね、このね、3つの呪いの言葉、これを使うと間違いなく子どもの自己肯定感破壊できますよっていう言葉 ね、 うん、ね、でこれ1つ目が何かというと、ちゃんとしなさいとかね、うん、ね、ちゃんとって何意味よくわからないですよね、うん、確かにね、どうしていいかわからない、全然わからない、うん、ちゃんとのイメージがわからないですもんね、うん、で2つ目がね、早くしなさい、うん、でこれ親と子でね、時間の差ってあるんですって、生きてる年数違うからね、うん、確かにね、で3番目に勉強しなさい、これで終わっていくわけですよ、うん、ね、でも言っても大丈夫な子がいて、うん、それはどういう子か、うるせえこのババアって言って一切聞かない子、これ名機の子じゃん。うちの子はね、完璧だよ。うちの子は、うん、そういう言い方はしないけど、捉え方は一緒ですよね、うん、もうどんどん名機が上がる、うん、ね、それはもうどんどん言ってくださいみたいな話ですよね、うん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 、でもこう受けちゃう子もいるじゃないですか、うん、言葉を ね、真面目なね、真面目な子はね、うん、だからこういう言葉使ってるとやっぱり気持ちが下がるし、ダメだなってなるので、ただね、これ言わないでって言うと今度ママさんがストレス溜まり出す、早くしなさいっていう時なんて言ったらいいの、なんて言ったらいいのってなるじゃないですか、もう踊るしかないです周りで。あのね、
呪いっていうとね、うん、呪いの言葉です。呪いの言葉。アロマとかね、呪いね。なるほどね。常にダジャレで、うん、すごい。早くしなさい言うのが嫌だから、私も早くこう自分が先に出てるっていうね、戦法を最近取ってるんですよ。そしたらパパと二人で、うん、ほら、急がないとママが怒るよ怒るよってやって、うん、早く出るっていうパターン多いんですけど。時間があるからね、限られてると行く時間があるから。そうなんですよ。ゆったりゆったりね、なんかモアナの曲聞いて、うーんなんて着替えてるんですよ。子供まず起きないじゃない、うん、起きないところからスタートするじゃない。そうそうそう。だから起こすとさ、やっぱりさ、なんてことだっていうさ、こんなに気持ちよく寝てるね、うん、のを邪魔するなんてひどい人だみたいなね、うん、感じになったりさ。でもそれ言ったとこで変わんないんだよね、基本ね、うん、だからやっぱりまだ概念がね、うん、時間の概念がないですし、ね、よくこれママさんたちにお話しするんですけどね、うん、じゃあ例えばね、ご主人からね、お前さ、料理ちゃんとやれ、ちゃんとやれよって言われたらどうします？ちゃんとやってるよって言って100回ぐらい叩く、ね、これ多分この一言で夫婦関係終わるんじゃないかっていうね、うん、早く料理作れよとかね、うん、お前今日肉じゃが作れって言ったら早く作れみたいな、うん、すごいですね、でこれはねちょっと厳しいですよ ね、 本当ですね。じゃあどうやったら料理したくなるのかっていうと、うん、この間の肉じゃが超美味しかったけどって、うん、そしたらもう一回作ろうかなって、うんうん、人間の心って多分こう動いてると思うんですよね。でもマイナスを減らすはむず、なくすは難しいから、うん、減ればいいんじゃないか、数が、うん、今まで毎日2000回言ってたのを1800回にするとかね、うん、呪いの言葉をね、ちょっと減りました、ちょっと減ると、うん、じゃあ減るにはどうしたらいいか、減らすには、うん、プラスを使ったらばマイナス減るじゃない、うんうんうん、でこのプラスのワードをじゃあバンバン使っていったらどうですかっていうのが10の魔法の言葉なんですよ。じゃあ10個、うん、もう聞かせていただきたい、10の魔法の言葉読む前にもう読むまで待てないでもね、単純な言葉なんですけどね、例えばいいねとか、さすがだねとか、うんね、こういった言葉だったり、なるほどねとか、知らなかったとか、あと嬉しい、助かった、ありがとう、ありがとうとかね、あと大丈夫っていう言葉だったり、何々ちゃんらしくないねっていうマイナスの指摘の時には言ってみるとか、うん、こういうね短いワードなんですよ、うん、軽く使うのね、全部軽く、軽く、これをやってみるとかなり変わって、これ大人も一緒だと思いますけどね、うん、それはなんかモテの言葉と同じですね、うん、モテると一緒ですか、そうですね、うん、だから混在しちゃいますよね。私も結構こうやって翡翠さんとかからいろいろ聞いてるし、うん、はい、翡翠さんから紹介していただいて、矢野総一先生っていう、はい、心理学の先生の本で魔法の言葉っていうのあるんですよね、それにもやっぱりこういいねとかね、助かるって言ってあげるといいとかあるから、うん、やるんだけど、その次すぐ早くしてって言っちゃったり、うん、でもだからすごくこう混ざってて、私二重人格になっちゃうんじゃないかな、子供がってすごい思うんですよ。 それで今みたいな言葉を覚えてるねって大変じゃないですか、うん、で大体冷蔵庫に貼るでしょ、みんなそれ貼るんです ね、 ね、うん、ね、でもいちいち見に行けないから、うん、じゃあどうするかっていうと、うん、ママさん自身のテンションが高かったら勝手にそういう言葉出てきますよ、うん、だからママさんのワクワク感を出すっていう、ね、ここに持っていくってやつです。確かに宝くじで1億円当たった後はどんなことでも許せるもん、そういうことです、はい、そうですね、そういうことなんですよ、見え方変わると早くしなさいがどうしても言っちゃうな。私りょうさんの、私が母親だったらもう1日1万回ぐらい言うんでしょ早くしなさいと。いや、時間に間に合わないからですね。時間通りに行きたい、うん、ここに来るのだって早くしてくれないといけないから、うんうん、っていうことですよね、うん、でやっぱり私の感覚で動くから、うん、そうすると だいたい30分あればご飯食べれるよねと、うん、うまくいく時もあるわけですから、うん、それでやってると、うん、はい、そうですね、うん、ゆっくりなんか、それでまた主人が邪魔するんですよ、それをね。お話ししたりして、いい、楽しいお話ししちゃったりして、もう、乗ってきちゃう、ね、あと乗ってきちゃって、あと5分だっていうのに結構まだまだ続くよみたいな感じでやったりしてると、うーんってなる。時間読めないのかみたいになりますけど。うん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 、さらにもっと早くなって、もうそれも想定して。そうね、それができればいいですけども、うん、まあ、なかなか、うんうん、うまくいくときもあるから、一つのアプローチとしてね、うん、子どものテンションっていうかペースがあるじゃないですか、はい、その生きてるペースっていうのかな、うん、例えば着替えるのが遅いと食べるのも遅いし、うん、ね、全てが遅いっていう、その生体リズム的なものね、うん、
で親のリズムってやっぱ高いじゃないですか、うん、これ一致してないから、うん、低い子は上に合わせられないんで、うん、だから親が一旦子供のペースに合わせて、うん、そっから引き上げるっていうこういうやり方をしないと相手は動かないよね、うん、じゃあ自分もゆっくりまず一旦子供のペースに合わせていって、うん、でそっからじわじわっと上げていくっていうね、うんうん、お母さん大変だね、うん、毎日ね。でもそれは多分言わない限り延々続くわけですよね。いやでも子供はね成長するから毎年毎年そうですね、うん、だ今年と来年違うので多分来年はもう大丈夫になるから。いや大丈夫にはすぐならないと思うけど。そうですかね。でも変わりますよ。変わりますよ。でも明らかに だんだんの時計の感覚とかも、ね、そうそうそう身についてはします、うん、ついてくるから、うん、だからそうやってみんな大人になっていくので、うんうん、今の状態がずっと続くわけじゃない。そうですね、今だけですよ。だって身についてない方いらっしゃいますね。50年間もでもそのやっぱりそのあの亮さんだってその公演は間に合うわけ。そうですよ、うん、だから時々遅れますよ、ね、うちの息子もアルバイトは間に合うわけ、うん、あ ちゃんとその意識があるからね、うん、だからあの、うんちゃんとやんなきゃいけないときはできるんだよね、うん、そうだと思います。普段がただそうだと思う。なかなかっていう、うん、でも普段が日常は普段だから日常普段だからお母さんはそうですね、まあ、幼稚園まではやっぱりね、うん、それお母さんがコントロールしないといけない部分なんで、うんそうねまあ、だってりょうさんだってやっぱり大学の試験会場には間に合ったわけですもんね、うん、間に合いました ねやればできる、そうそうそうあのねどうしてもダメな場合はね、うんあのなんとかなるようにするんですよ。そうですね、うん、だからね、うん、必要性がそうです、ね、本人が必要性を感じたら必要性と興味を感じたら ね人間は動くんですよ。だから勉強も一緒だね、うん、一緒ですけどね多分ね。そうですね、うん、そうです。さあなんか今回は短いんですけれども名言はありですね、うん、そうですね、はい、ちなみにその絶対積極っていうねあの前回、はい、あの名言いただきましたけどね最近そのご縁いただいてる阪神タイガースのね、はい、矢野監督が二軍でですね、はい、最初にあの監督に抜擢されて、まあ、初年度から日本一になるんですね。その時に掲げたスローガンがね超積極的っていう。お似てますね。似てるんですよ。超積極的で、はいはい、超積極的っていうのはその矢野監督のその説明が楽しくてね野球って初球から打ってって全部アウトになると27球で終わるんですよ、うん、だからそのピッチャーより いっぱい投げさせて疲れさせたりとかね、うん、いろいろあるわけなんだけど超積極的だからもう1球目から打ってって動くて27球で試合が終わっても OK っていう、うんで超積極的だからサインとか全く無視してランナーに出たら走ってもいいっていう野球なんですよ。でその結果ねその年ねあの盗塁失敗数過去最高だったらしいんですけどその結果成功数も過去最高 で結果的に日本一に初年度いきなりなったんですよ ねそのとにかくもうそのプロはそのあのバンドするためにプロ野球選手になったわけじゃないし、うん、フォアボール出すためにプロ野球選手になったわけじゃないし、うん、その野球をね、自ら楽しみ、ファンを魅了させるためにね、みんなプロになったわけだから、はい、その、本当にその自ら楽しみ、ファンをね、魅了させる野球をしようっていうことでね、子供たちがこういう、その、野球をしたいって思ってくれるような野球をしようっていうので、もう超積極的。はあはあ、もうみんな足の遅い選手まで走ってね、はあ、もうサイン無視していいから走れと。という野球でね超積極的っていう。なるほどね、まあ、チャレンジができますよね、うん、それだとね、うん、しやすいですね。失敗 OK ですもんね。そう失敗 OK だから、うんね、積極、うん、絶対積極と超積極、はい、でもそれで日本一、ね、それで日本一になったんです。今度日本一になって一軍の監督に抜擢されてその2020年に掲げたのがねIt's a Showtime っていうスローガンなんですよ。で、Show っていうのは、阪神スローガン It's a Showtime で検索してほしいんだけど、Show っていうのが勝つっていう漢字で、勝つっていう漢字の中に笑いっていう字が入ってるんです。あの、勝つっていう、それ見てみると、ちょっと検索しないとわからないんだけど、勝つっていう字の中に笑いっていう字を入れてあって、だからその、It's a Showtime で Show は勝つっていう字なんだけど、笑いが中に入ってて自ら
プロっていうのは困難を面白がるのがプロだから、はい、プロ野球っていうのは そもそもピンチや逆境はつきものだから、その困難を面白がりながら楽しみながら俺たちのショータイムを見せて勝つんだっていうね。なるほど、いつはショータイムっていう、いい言葉ですね。超積極の後はね、いつはショータイム、ね、まあね、まあ、プロ野球今年やるかどうかね、ちょっとまだあれですけど、はい、またそれもまた違ったショータイムで、どう面白がるか、どう面白がるんでしょうね。そうだな、やっぱりハッピーマムでいること、うん、そうですね、うん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 、それに尽きると思います、はい、うん、そうすると世の中が変わっていく、はい、そうです ね、みんなお母さんに育てられるわけだから。そうです ね、ちなみに僕の友人のね、はい、マンモス光一君っていうのはね、うん、その自分のモヤモヤした感情に、もう早くしてって言った時にこういう、その早くしてって思ってる自分可愛いって言うんだ。あ、いいですね。それ伝える。で自分をハグするんだ。もう頭くると思った自分可愛いって言う。それ絶対子供笑うね。怒ってても笑うからいいかもしれない。一度、はい、彼には師匠がいて、はい、その公演の主催者さんが、これあなたの師匠の、はい、浴衣だから師匠に渡してくださいって言ったのに、うん、彼すっかり忘れちゃって自分で着てたのね。で師匠が浴衣がなかったの、ね、で主催者さんが朝気づいて、あれそれ師匠に、その天竺マンっていう師匠がいるんだけど、天竺マンさんに渡してって言ったやつなのに、なんであなたが着てるんですかって聞いて怒られた時、そんな自分可愛いって抱きしめた。抱きしめた。いいな、それちょっと私使おうかな。やろう。抱きしめてた。いい話。はい、あ、じゃあ、4回にわたってね、はい、ゲストのお二人ありがとうございました。何か最後にメッセージがあればいただきたいと思います。あ、どうぞ、感想は何かありますか。番組の感想ですか、はい、いや、はい、ね、とても楽しいお話でありがとうございますね。あっという間にすごい、もうね、すごい時間経ってね、してもう何回にわたってね、お話しさせていただいて、とても楽しい時間過ごさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。ございました。りょうさんはいかがでしたか。はい、またお話を、はい、伺いたいと思います。教育の話、いつ聞きに行くの？教育ってね。いただきました。はい、そうですね。石田先生のお話聞きたいなとか、ママカフェ参加したいとか、どうしたら、検索で、はい、石田ってまず入れますね、はい、石に田んぼの田、はい、石田で後ろにひらがなでぐんぐんと入れてください、はい、石田ぐんぐん、石田ぐんぐん、これでダーッとたくさん出てきます、同じ勉強していてなぜ差がつくのかっていうね、ディスカバーさん、僕もお世話になってるディスカバーさんから出てますからね、はい、はいはい、皆さん買ってください。はい、のりちゃんも買ってください。買います、はい、僕の本も買ってください。わかりました。これを機にね、たくさん買います。ついでに僕の本も買います。ちょっと懐が寂しくなります。翡翠小太郎の名言ラジオセラピーでは、皆様からのメッセージ、翡翠さんに聞いてみたいことなど大募集しています。宛先は翡翠小太郎@clovermedia.jp です。どしどしお寄せください。さあ、石田先生、そして亮さん、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、それではまた来週、バイバイ、またね。いいんだよ、いいんだよ、いいんでもよでもいいんだよ、いいんだよ、いいんだよ、いいんでもよでもいいんだよ。こんにちは、高島亮です。今週もお耳に語りましょうにようこそ来てくださいました。このね、お耳に語りましょうっていう番組、まあ無謀にもですね、スタート、何回目かになるんですけれども、あ、5回目。あ、僕、まで4回目かと思ってたら、それは5回でした。ね。まあこういうね、番組にしていく、僕は専門がね、唯一専門があって、それはダジャレなんですね。だからもうダジャレを言うための番組です。すごくいい話だとかありがたい話だとか、そういうね、内容は一切ないよって言って、そういう風に始めさせてもらったんだけど、でもね、このまあ
誤解誤解を生むような発言をちょっとこれからね、誤解だけにしていこうかなと思うんですが、これまでやってきてね、やっぱり感じるのはね、ダジャレが出てこないんですね。僕は唯一の専門のはずなんだけど、ダジャレが出てこない。なぜかなぁと思った時にですね、これはもう実はもう前から、うすうすどころか、もう熱々感じてたところなんですけれども、ダジャレってね、一人でこう、ずっと話してる、この一人語りの、ね、形の時って、なかなか出てこないんですね。あらかじめ、まあネタが決まっていて、まあ、この台本があったりですね、そういうセリフやネタっていうのがあらかじめ決まっていて、それを、まあ、なぞるような形でお話ししていたら、そこには当然入れることができるんだけど、もうこの番組は僕が本当に思いつきで、その時降りてきたことを、まあ降りてきたっていうとかっこいいんですけど、まあ、出るに任せる。これを出任せって言うんだけど、出てきたことをその時、その時で話してるもんですから、そこにね、ダジャレをぶち込むっていうのが、すごくね、やっぱり大変なもんなんだなっていうのを感じながら、これまでやってきてるっていうのが正直なところなんですね。で、そもそも、語りましょうっていうね、その番組のタイトルにもなっているこの言葉なんだけど、これは最初かな ?1 回目か2回目にお話ししたかもしれませんが、アナグラムというですね、言葉遊びがありまして、アナグラムっていうのは言葉の、言葉っていうのは文字ね、何文字かの文字でできているわけですけれども、その言葉を一文字一文字に分解をして、その順番を入れ替えると別の言葉になるっていうね、それをアナグラムって言うんですね。例えば用意っていう言葉を分解するとよとうといっていうね3文字になりますが、この順番を入れ替えると言うよっていう風になるでしょ。用意って言うよ、これはアナグラムって言うんですね。こういうのだんだん余裕が出てきたっていうかね、あ、余裕ってっていうのはちょっと違いましたね。言うよ。あ、ここはカットですね。言うよ。そうですね。言うよじゃなくてね、言うよっていう。ちょっと猶予をもらえると余裕が出てくるっていう。これもアナグラムなんですが、これを名前でやると面白いよ。氏名。名前って氏名って言いますが、氏名の中に氏名。ね、使う命、あるいは使われる命って書きますけど、その使命が隠されてるよ。なんていう、見方がありまして、それでね、名前のアナグラムっていうのを、まあ僕はやったり、時々講座とかもね、やったりしてるんですけれども、それで行くと、高島亮っていう名前は、アナグラムをすると、その一つにですね、語りましょうっていう、その言葉、が出てくるんですね。まあ、いくつも名前のアナグラムって自分の名前を組み替えるといろんな言葉がね、多分入っている。皆さんの名前もきっとそうだと思うんだけど、僕の高島亮もいくつものね、他の言葉が入ってるんだけど、そのうちの一つが語りましょうなんですね。だからそこからもこの番組名をね、まあ、取らせてもらっているんですが、そもそもね、語りっていうのは、語源を調べると、どうもね、喋ることっていうのはね、語りですけれども、元々の語源は、集団の遊びに加わるっていう、それがね、語源らしいんですよ。だからね、喋るっていうのが語る、何かを言う、話すっていうのがね、語るかと思いきや、元々は遊びに加わる、しかも集団のっていうことなんですね。だからね、そもそもね、語りってね、一人でやるものじゃないんですね。一人語りとは言うけれども、これね、ただ一人で語ってたんでは語りにならないのね。聞いてくれる人がいて初めて
語りっていうものになって、この番組も今ね、皆さん聞いてくださっている、僕の目の前には今いないし、皆さんの目の前にも僕はいないわけなんだけど、この、まあ、電波かなネットかなを通じて、この僕が話すことを皆さんが聞いてくださるっていうね、このキャッチボールですよね。まあ、キャッチボールというかな、話して聞く、投げて受けてる、この、セットで、それでね、初めて語りっていうのができる。それをね、多分集団の遊びっていうような、その語源になっているものが表してるんじゃないかなと思うんですね。だからね、語りって一人じゃできないのね。相手がいて、皆さんがいて、くれて初めてできること。だから会話ってよく言葉のキャッチボールとかって言うじゃないですか。だから、キャッチボールでしょ。キャッチって英語で取るっていうね、意味ですけども、キャッチボールってボールを投げる遊びですよね。だから本当は投げるってスローっていうから、速い球投げてもスローって言うんだけど、スローボールって言っても良さそうなのに、キャッチボールって言うでしょ。だからね、キャッチボールって言うと投げる方に意識が行きがちだけど、実はキャッチから始まるっていう、始まるっていうかキャッチが大事だよっていうのはキャッチボールなんですね。だから会話も一緒で、話すことが会話で大事だと思いがちだと思うんだけど、それ以上に大事なのはね、聞くこと、受け取ってくれること、ね、受け取ること。それがね、多分、会話だったり語りっていうところでは多分大事なんですね。だからね、僕はこうやって今皆さんのおかげで語らせてもらっているんだけれども、でも目の前にいてくれないから、だからね、リアルにキャッチボールができてる感覚にまだ慣れてないんですね。で、リアルにキャッチボールができるような感覚になると、そこにね、ダジャレって出てきやすいんですよ。ダジャレはね、ちょっと、その、話の中に入り込んだポジションから、ちょっとね、別の離れたところに、自分、もう一人の自分、みたいなのがね、できた時にね、ダジャレって生まれやすいんですね。で、一人で喋ってる時より、二人で喋っていて、相手の人が話してくれること、ね、なんか言ったことに引っ掛けて、それをキャッチして、ポンとダジャレをね、僕はそこに乗っけていくっていうのはすごく得意なんですけども、それはなぜかというと、二人だから、キャッチボールだから、その本来の、集団の遊びっていうのである、本来の意味である語りっていうのがね、きっと、そこにあるから、ダジャレっていうのもね、初めてそこで投げさせてもらえる、そんな風にね、なってるんだろうなっていう風に思うんですね。どうでしょうかね、皆さんも、ね、毎日の中で何かのキャッチボールって、必ずすると思うんです。言葉のキャッチボールもあれば、何かね、してあげてしてもらってっていう、その行動やね、行為のキャッチボールっていうのもあるだろうし、あとは表情のキャッチボールっていうのもあるかもしれないですね。あるいはそういう形にはならないけど、何かの思いのキャッチボールみたいなのもあるかもしれないんだけど、これは投げる側がいて受け取る側がいて、そのセットで、初めてきっと生まれるものなので、キャッチっていうのがとっても大事かもしれない。まあこの番組はすごく緩いので、あんまりキャッチリとはいきませんが何かの皆さんの緩やかなね、キャッチボールに今日のこの語りましょうが、ちょっとでもプラスにしてもらえたら嬉しいなと思います。ではまたお耳に語りましょう。ありがとうございました。このコーナーの提供は、喜びの種まきプレシード、愛の織箱や八坂がお送りしました。言葉を知るべに旅人が今日も夢を歩くように、僕らが届けた言葉の頼りが、大切な笑顔一つ守れるかも
しれない言葉って魔法だね夕日が切ない気持ちを包んでゆくような優しい魔法だね